8時になりました。明日3月9日木曜日に向けた株式情報をお伝えいたします。まずは概況。引け後に発表された有望 IR、マイナスインパクト IR、その他の IR、昨日発表された IR の値上がり率ランキング、本日のストップ高、ストップ安、本日の値上がり率、値下がり率ランキング、新規上場スケジュール、決算スケジュール、配当関連情報、明日のデイトレ候補、今日の気になるチャート、最後にトピックの順でお伝えいたします。まずは概況です。ダウ、ナスダックは下げ、日経は上げとなりました。ダウは574ドルの下げ、マイナス 1.72%。ナスダックは145ドルの下げ、マイナス 1.25%。日経は135円の上げ、プラス 0.48%。1ドルは 137.87 円。大幅に円安に触れ137円台で推移しております。午後2時時点での東証プライムは、値上がりが1179銘柄、値下がりが567銘柄、変わらずが89銘柄でしたので、約3分の2の銘柄が上がった状況です。アメリカの方は、パウエル議長が議会証言でさらなる利上げに言及したことから大きく売られました。日本の方は円安とメジャー S q を意識した買いで連動しております。アメリカ国債10年ものの利回りは引き続き 3.9% 台で推移しております。ドル円の方は大きく円安に触れ137円台で推移している状況です。日本株の業種別株価指数は値上がりが優勢な状況です。陸運が大きく上げ、5連投の状況です。工業、そして鉄鋼、そして非鉄金属が反落いたしました。建設と繊維、そして、倉庫、ここが、好調で6連投の状況です。売買高ランキングの方は高安まちまちな結果となりました。1位のレーザーテックの売買代金は3日ぶりに2000億円台を回復しております。銀行株は小幅な動きとなりました。東方チタニウムと大阪チタニウムが引き続き連投している状況です。経済スケジュールの方は今夜の雇用統計、そして貿易収支が注目ポイントです。次に引け後に発表された有望 IR です。まず、創生グループ。創生グループは創薬ベンチャーです。プライム市場へ区分変更という発表がなされました。東証は8日、創生グループについて、プライム市場への区分変更を発表した。変更は15日付。本日の株価は2337円。出来高は84万株です。この84万株から比べると6倍くらいですが、520万株の信用概算がある状況です。1年の株価の動きは6月20日に991円ですので、ここら辺の位置です。そして2月16日に2609円ですので、ここが最高値です。このように上がっていって、天井で跳ね返されて、現在はあまり明確なトレンドがない状態での今回の IR です。信用買いが多い点はご注意ください。次に AB ホテルです。AB ホテルは愛知県を中心にビジネスホテルを展開する企業です。今期経常を 35% 上方修正、最高益予想を上乗せ、配当も4円増額という発表がなされました。こちらがその内容です。売上高を77億円から85億円へ、営業利益を21億円から27億円へ、純利益を12億円から16億円へ上方修正し、合わせて期末一括配当予想を8円から12円へ引き上げた。新型コロナウイルス感染症の収縮、全国旅行支援及び訪日外国人の入国制限の一部緩和など、経済活動の正常化に向けた動きを受けた。足元のホテル事業の宿泊稼働率や客室単価、コスト削減策の実施状況などを織り込んだ。こういった内容です。本日の株価は2374円。出来高は19000株です。この19000株の 5倍くらいですが、99000株の信用概算がある状況です。1年の株価の動きは1月28日に1063円ですので、ここら辺の位置です。そして3月2日に2412円ですので、ここが最高値です。このように上がってきて何度も天井で跳ね返された位置での今回の IR になります。板薄である点はご注意ください。次にメタリアルです。メタリアルは人工知能型機械翻訳のソフトを提供する会社です。AI 関連製品群を活用するためのプラットフォーム提供を開始するとの発表がなされました。こちらがその内容です。子会社ロゼッタが新たな事業としてチャット GPT などによる AI 関連製品群を企業のビジネスソリューションとして活用するためのプラットフォームメタリアル AI の提供を開始すると発表した。他業種総合メタバースサービスを提供するマトリックスと共同で行う。ロゼッタの顧客向けに4月3日からベータ版の提供を行い、一般向けには5月31日からサービス提供を始める。同件の業績への影響について、会社側では直前連結会計年度の売上の 10% を超越する売上高増加が発生すると見込んでいる。こういった内容です。本日の株価は1212円。出来高は33000株です。この33000株のより1桁多い桁数ですが、信用概算が55万株ある状況です。1年の株価の動きは3月8日に815円ですので、ここら辺の位置です。そして1月4日に1528円ですので、ここら辺の位置です。こう落ちてきて、こう上がって、あまり明確なトレンドがない状態での今回の IR となります。信用買いが多い点はご注意ください。次にマイナスインパクト IR です。旭化成の方からマイナスインパクトの IR が出ております。旭化成はご存知の通り総合科学企業です。今期最終を赤字に下方修正という発表がなされました。23年3月期の連結最終損益を従来予測の700億円の黒字から1050億円の赤字に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。ポリポア社の買収を通じて環境対応車等の車載用途の需要が高まると想定されていたリチウムイオン電池用乾式セパレーター、セルガード、幅広い用途で安定的な需要が見込める鉛蓄電池用セパレーター、ダラミックの2つの事業を獲得し、電子機器等の民生用途で成長していたリチウムイオン電池用湿式セパレーター、ハイポア事業とともに一体のバッテリーセパレーター事業として運営してまいりました。現存テストを行った結果、ポリポア社ののれん及びその他無形固定資産についての減損損失約1850億円を特別損失に計上する見込みとなった。こういった内容です。本日の株価は 971.7 円。出来高は350万株です。この350万株の半分くらいですが、160万株の信用概算がある状況です。1年の株価の動きは1月11日に923円ですので、ここが最安値です。そして2月10日に 1171.5 円ですので、ここら辺が最高値です。このように落ちてきて、上がって下がって、現在はこのようなダブルボトムを形成した状態でのマイナスインパクトになります。925円を割ってくると底割れするかもしれません。その他の IR です。本日 IR17 件出ております。上4件が今お話した内容です。この他にビューティーガレージからは 7% の増益、トレジャーファクトリーは2月の売上が 13.6% 増であるということ。イントランスは赤字に下方修正。ミライアルは 29% の増益。ステムリムは赤字拡大。富田電機は 41% の下方修正。ハウテレビジョンは 13% 増で2期連続最高益更新。WA は 5% 増益に上方修正。東京工機は赤字転落。B&P は 13% の増益。東京楽天地は 14% の減益。野村工芸社は 27% の下方修正。一吉証券は新中期経営計画を策定したとの発表をしております。次に昨日発表された IR の値上がり率ランキングです。値上がり率第1位はデジタルプラスでした。チャット GPT による、AI コンテンツ作成サービスの実証実験を開始という発表をして、前日比 17.8% の株価上昇。本日よりからストップ高でしたので、より引けの差はありません。第2位はメディア総研。情報修正を発表したことにより、前日比 8.6% の株価上昇。本日、よりで買って引けで売ると 5.5% の利益となっておりました。第3位は南洋。情報修正と増配を発表したことにより、前日比 6.6% の株価上昇。ただし、本日よりで買って引けで売ると 2.7% の損失となっておりました。4位以下、ご覧の結果となっております。10位まで、そして15位までです。次に本日のストップ高とストップ安です。本日ストップ高非常に多くて16件出ております。デジタルプラス、カヤックは2日連続、AI も2日連続、三つ星も2日連続、富士ダイスは3日連続、高見沢サイバーテックスは2日連続、ユニポス、そして大泉製作所、富田電機、カーメイト、アイパートナーズフィナンシャル、そして東京通信、アースインフィニティ、高裁、松本は2日連続です。その他にウェルプレイドライゼスト。このうちデジタルプラスはチャット GPT による AI コンテンツ作成サービスの実証実験を開始したことによるものです。カヤックは KDDI が正式始動したメタバースで開発を担当することになったものです。AI はオルツと大規模言語処理モデルの生成系 AI を自社製品に活用する AI サービス構築の開始が交換されたものです。富士ダイスは信号機開発、レアメタル9割削減との報道によるものです。高見沢サイバネテックスは顔認証改札機が大阪メトロ全駅で導入されたことによるものです。ユニポスは KDDI との特許出願が交換されたものです。大泉製作所は、デンソーとの電池モジュールに関する特許登録が交換されました。カーメイトは、トラックの、対突を防止するミリ波対突センサーを開発したことによるものです。ウェルプレイドダイジェストは e スポーツ関連の物色の波に乗ったものです。本日、ストップ安はありませんでした。次に本日の値上がり率、値下がり率ランキングです。本日、値上がり率第1位はユニポスでした。前日比 31.7% の株価上昇。第2位は富田電機。前日比 23.0% の株価上昇。第3位は東京通信。前日比 22.7% の株価上昇。値下がりの方は第1位がトリコ。前日比マイナス 12.3% の株価下落。第2位はエイジアンスターで前日比マイナス 11.4% の株価下落。第3位はクリングルファーマで前日比マイナス 10.6% の株価下落でした。次に新規上場スケジュールです。3月の新規上場銘柄についてはこちらの動画をご参照ください。3月15件予定されております。4月もすでに1件入ってきております。このうち進行は現在抽選申し込み受付中です。ハルメコホールディングスも受付中です。日本ナレッジも受付中。アイビスも受付中です。カバーは本日から抽選申し込みを受付開始いたしました。アレントは明日から受付開始です。アクセスコンサルティングも同じく明日から受付開始です。以降は、資料だけお見せしていきます。モンスターラボ、エニーマインドグループ、ノイルイミューン、住信 SBI ネット銀行、ビズメイツ、ノバシステム、ココルポート、フュージック、トランザクションメディアネットワークス、以上です。次、決算スケジュールです。明日9日は13件が予定されております。こちらがその13件で、すべて引け後の予定です。積水ハウス、鎌倉新書、富士電機工業、トップカルチャー、ギグワークス、アイモバイル、カーサ、アルチザネットワークス、松本、サトウス食品、療養エレクトロ、ナデックス、テンポスホールディングス。このうち、積水ハウスは売買代金が45億円の大きな銘柄です。貸借倍率が 0.45 で、空売りが非常に多い状況になっています。鎌倉新書は1日の売買代金が3億円くらいの中規模の銘柄です。貸借倍率が 0.50 で、空売りがやはり多い状況になっております。富士電機工業は、貸借倍率が 0.37 で、空売りがかなり多い状況になっております。そして、療養エレクトロも、1日の売買代金が3億円の中規模銘柄です。あと、積水ハウス、鎌倉新書、そしてナデックス、テンポスホールディングスは本日新高値を更新してきている銘柄です。2週間分のスケジュールについては、こちらの動画をご参照ください。次に配当関連情報です。3月の権利付き最終日は3月29日です。こちらの方で損益シミュレーション、またやっていきます。3月配当銘柄の詳細と損益シミュレーションについては、こちらの動画をご参照ください。次に明日のデイトレ候補10選です。明日、場中で大きな値動きをしそうな銘柄としては、デジタルプラス、BTM、富士ダイス、富田電機、大和通信、ユニバンス、東京通信、アースインフィニティ、アルメディオ、ウェルプレイドライジェスト。このあたりが明日のデイトレに向いてくるのではないかと思われます。次に今日の気になるチャートです。本日はサイボウズについてお話しいたします。ニュースになっておりますので、ご存知の方多いと思いますが、3月の3日に著名投資家の井村氏が大株主になったことが報じられております。これによってこちらは3ヶ月チャートですが、4日連続で高値を更新してきている状況です。こちらがその記事ですけれども、大株主の記載欄に著名投資家の井村俊也氏の名が入ったことが投資家の関心を引きつける要因となったようだ。22年12月31日現在の大株主の上位10位のうち、井村氏は8位の株主。持ち株数は99万2000株で、持ち株比率は 2.16% となっている。本日の株価は3225円。出来高は135万株です。サイボウズはグループウェアのソフト開発を行う企業です。2月13日ですが、今期計上は 2.5 倍増で3期ぶり最高益、1円増配という発表がなされております。こちらがその時の数字を入れたものですが、売上高はこのように伸びていて、経常利益、最終利益、このように派手に伸びている状況です。株価はかなり割高な状況になってきていて、配当もあまり良くはありません。ただし、需給の方が非常に軽い状況です。こちらがテクニカルで見たものですが、パラボリックは上げて点灯。マックリーは3月3日にゴールデンクロスを形成し、上昇トレンドとなっております。RSI は過熱気味です。ボリンジャーバンドはバンド幅を拡大し、プラス2シグマとプラス3シグマの間で推移しております。急騰状態であり、1回押しそうな感じのチャートです。最後にトピックをお話しいたします。昨夜のパウエル議長証言についてお伝えいたします。こちらが昨日の深夜に出た時事通信の記事です。アメリカ利上げペース加速も金利到達点、想定より高い FRB 議長、こういった記事です。パウエル氏は政策金利の到達点が従来の想定より高くなると明言。さらに利上げペースを加速する用意があると述べ、利上げ幅を再び 0.5% へ拡大する可能性を示唆した。こういうふうな内容です。10日の雇用統計、そして14日の CPI、15日の PPI の前にこの日が設定されたため、パウエルさんもこれまでの利上げの効果を全て確認できているわけではないと、暗中模索な答弁を繰り返さざるを得なかったように感じました。明日に向けた株式情報をお伝えいたしました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。